ブリッジ毛でもパーマは当てれますよ。直毛ってこうパーマ当てたらどうなるのみたいなね、パーマの良さを感じていただけたらなと。はい、ですか。出身はどこの国ですか。日本です。うん、なんだっけ。これ滑ると思って避難したよね。そうですね、ちょっとだけ。どうも、クリエイティブディレクターの寺坂です。川原町でスタイリストの今西です。はい、今回の動画はブリッジ毛でもパーマは当てれますよっていう動画をお届けしたいかなと思っております。アンド、まあ、今西くんすごい直毛なので、直毛ってこうパーマあったらどうなるのみたいなね、直毛でずっと悩まれてるお客さんとかこう今見ていらしたらパーマの良さを感じていただけたらなと思っております。はい、やっぱね、僕もパーマ実際当ててるんですけど、僕もめちゃめちゃ直毛です。アイロンでもいいんですけど、やっぱりこうね、アイロンで毎回こうやっちゃうよりも正直痛みがね、重なってしまうんで、だからどっちかというとこうパーマ当ててしまった方が楽で、痛みも少なくて早くねスタイリングできるってところはすごいいいとこかなと思うんで、それを今回お届けしたいと思っております。思っております。今の履歴を状況をちょっと今西くんに聞きたいなと思うんですけど、はい、こうブリーチ今してるじゃないですか。これ何回ぐらい行ってるんですかね。はい、中間の方が2回ぐらいで、中間が 2回で、毛先は多分4回ほど。毛先4回行ってますね。はい、行っちゃってます。はい、かなりハイダメージでございます。ここでちょっとそのダメージがになったパーマ液をチョイスして、何個かある中でその髪質とかダメージがになったパーマ液をチョイスしたいと思ってます、いつも。もうちょっとで終わりますね。あれですか、出身はどこの国ですか。日本です。うん、でもちょっと旅がお好きみたいな。そんなことないですか。はい、なんかこうなんか親戚が石油王をやったりするんですか。あ、カラーあるんですね。じゃあこれやる。そんなこともないです。どうですか。はい、見た目で人を、ね、判断してしまう、良くない。もうあれですか、ある程度高級車とか乗ってきはった感じですか。いや、軽ですね。軽か。はい、平成20年式のダイハツムーブカスタムですね。もうカスタム、はい、何だっけ。これ滑ると思って避難したよね。そうですね、ちょっとだけカスタムしてもらいました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、当たり終わりました。結構いい感じに、その直毛よりやっぱ毛先が動いてくれるのがね、やっぱこうパーマってすごいいいところで、毛先が動くとね、もう艶もいろんなところにもう反射しますし、それがかっこいいですよね。ジェル、グリース、ジェリースっていう感じです。まあ、この2つがね、やっぱりこのスタイルはかっこよく見せるのかなと思うんで、ちょっとこれ着たいと思っちゃったり思わなかったり、全体に均一になじませるようにつけていきます。まあ、正直こうちょっとウェットやったらそんなすぐ固まらないんで、固まる前にバーッとね、全体にこうバーッとね、バーッと、はい、バーッとつけてあげてほしいなと思っております。まあ、よくってね、こうちょっとつけ忘れると多いんで、それはちょっとしちゃうとね、もったいないっちゅうやつなんで、もうしっかり全体になじましてあげてください。前髪もこうやっぱりこうバチッと決めちゃってもいいんですけど、ちょっとこうナチュラルになんかこう垂れてきてもかっこいいみたいなという感じですね。固まってきてはいるんですけど、ドライヤーでちょっと風当ててあげるだけでこうコールしてくれるんで、こういうちょっと出てしまってウルフに見えるスタイルって、こう前からこう風当ててあげると後ろに髪の毛が流れてくれるんで、その流れてる髪の毛を整えながらこう顔が空いてもらえたらなと思います。という感じで完成です。こういう感じでちょっとこう揉み込むようにね、やってもらったらこうツヤも出ますし、こうちょっとこう束がこうずれるんで、やっぱね、束も細かければ細かいのがこう動きが多彩に見えてかっこいいかなと思います。はい、そんな感じでちょっとスタイリングしてみてください。でパーマ当てるとまあこういう感じになるん でこれはこうウェットですけど、ドライにするとまた見え方も変わるっていう感じですね。皆さんもぜひパーマ当ててみてください。はい、これの時にどう、っていう感じですね。ありがとうございます。じゃあまた次回の動画で、バイバイ。